気に入りの特等席、隣の人にもそうですね。そんな日常。8時7分開くのは向かいのドア。息を呑む言いかけてたその言葉は今日も逃げた。言いかけシンプルでいいのに意気地ないな。勇気のテスト乗り越えなきゃ逃げるなって。おはようのオーディションして弱虫な自分に勝って、金曜日は頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。眠そうな君を見てる、それだけで満足しちゃってダメだって。頑張らなくちゃ、そっと声に出してみた。8時0分、慰謝料目座られてた特等席、ついてないな。空模様まで泣きそうです。8時7分、準備まだ、ちょっと待って。ドキドキが震え混じり、その言葉はかき消された。雨宿り立ち尽くす僕に傘をどうぞ。君は少し恥ずかしそうに下を向いて